はい、こんにちは。2020年5月27日連続講座生物遺伝子ウイルス免疫医療感染症対策の理解のためにを行いたいと思います。で、本日は第15回でちょうど折り返し点に来ているとお考えください。で、明日新型コロナウイルスの生物学について突っ込んでいくんですが、前半の折り返しのところですので、これまでをレビューしながら生物遺伝子の英単語のことを見ていきたいというふうに思います。で、私は講師を務めます船橋市議で予備校講師の朝倉と申します。で、私の市議としての新型コロナ対応関係の発信は朝倉ミキャル公式サイトにしてありますので、どうぞご覧ください。で、この講座はこういう5つの方針でやってまいっております。で、この最後に書いてある関連英単語を紹介するというところで、今までこの講座の中で図版の中には英単語も付記したんですが、ゆっくり説明することができませんでしたので、今日、講座の前半の内容の基本的な英単語を確認してみたいと思います。はい、これがあの講座で、やった内容で、ここに、まあ、さりげなく、それぞれ簡単な英単語を付記してるんですが、まあ、これを見てみようと思います。それは、これからあの皆さんが、例えば、新型コロナ関係で対応するための英語論文とかもネット上に出るわけですね。で、それを見るときのヒントになるとともに、実は生物医療系の英単語を、抑えると英語全体の勉強にもなるんです。まあ、その理由も含めて言いたいと思います。さて、まず真核生物と原核生物ということでこの図版があるんですが、アニマルって言葉がありますね。動物を示すアニマル。で、このアニマルという言葉はもともとギリシャ語のアニマ、息をするという意味から派生してるんです。で、息をするように生き生きとして生きてるということでアニマルというふうに名付けたんです。で、じゃあギリシャ語というのは何かというと、古代ギリシャ語ですね。アリストテレスとか、まあ、あのソクラテスとかが生きてた古代ギリシャ語の文化がヨーロッパ文明の基本に脈々と受け継がれております。で、そしてその後ローマ帝国が使ったラテン語文化がありまして、そういうのが今の英語の中に反映してるんですね。で、実は英語というのは大体、5割がもともとゲルマン民族系のアングロサクソン人が、使っていたゲルマン系の、言葉なんですが、4割ぐらいはラテン語由来、そして1割ぐらい古代ギリシャ語由来だの英単語が入っているというふうに言われております。さて、で、その古代ギリシャ語系の英単語というのはどういう分野でよく使われているかというと、実は生物学がそうなんですね。で、なぜかというと、生物学というのはルネサンス以降に、ルネサンス以降、この前言いましたね、1800年代ぐらいから本格的に学問体系ができていきますので、実はあの新しい学問を作るときにはギリシャの言葉の原点に戻って言葉を作ろうという、傾向がありまして、結構あのギリシャ語が使われてるんです。で、そのギリシャ語由来の、生物系、医療系の英単語を知っておくと、それが同時に、まあ、英語全体にも派生しているさまざまなギリシャ語由来の言葉のヒントにもなるということで、今日はそれを解説していきたいと思います。アニマというのは息ですね。ジーというのはグリークでギリシャ語ということです。で、そのアニマルと同じ語源の言葉がアニメイト、生物のということですね。実はこれアニメーションというあのアニメと言ってるのは、まあ、息を、生き生きとして映像が動くということでアニメーションというふうに言ってるわけです。で、イナミネートというのは、インというのが否定語ですので、無生物のという意味になります。アニミノスっていうのは、これはあの全部一致すると。これ、アンというのは一つのという意味ですので、全一致のということになる。息が一致したように、満場一致で決まるということですね。で、その次、真核生物のことをユーグリナと。ユーグリナじゃなくて、ユーカリオートというふうに言うということですけど、ユーというのも、これギリシャ語の接頭辞でありまして、この星印は接頭辞を示しています。まあ、黒丸はその、語根というか、言葉の、骨のところに使われる言葉ですけど、これは接頭辞と言いまして、頭とか、まあ、あと接尾辞も一部ありますので、お尻に使われる言葉です。で、ユーというのはギリシャ語で真のということを示しまして、ユーカリオートというのはユーカリオン、カリオンというのはあの核ですね、まあ、これはあの硬い果実のことを言うんですけど、
硬い果実のようなものを芯のものを持っているということで細胞の中に核があるということです。でこの U で有名なのはユージェニックスという言葉があります。これは1900年代に、民族とか個人に優劣を、劣ってると優れてるをの区別をして優秀な人とか優秀な民族だけを選抜しようという発想があったんですね。でこの一番極端なユージェニックスの政策を利用したのがナチスということになりますけど、実はこの、非常にこう、問題のある学問体系があったんですが、これもユージェニック、これジーンですね。ジーンというのは遺伝子となってますけど、本当は種という意味ですね。種族のいい種族を残そうというような考え方です。でユーグリナというミドリムシというのがありますけど、これは真の眼点を持つというような意味です。じゃあその次、原核生物はプロカリオートって言ってるんですけど、プロカリオート、このプロというのは前のとか、それからプロトというのは最初のということを示します。プロとかプロトというのはこれもギリシャ語でありまして、プロカリオートが原核生物、それからプロテインというのは第一のものということで、タンパク質ということですね、生物にとって第一のもの。そして原子核の中で最も重要なものということで、プロトンという陽子ということが使われます。それから、卵巣のことをシアノバクテリアというんです。でこれは日本語だと卵巣ということで大腸菌の細菌グループと近いことはわからないんですけど、英語だとシアノバクテリアですので、卵色の青色のバクテリアという意味です。でそうするとバクテリアの一種だということがよくわかります。でこれは卵巣というグループでありまして、卵巣というのにシアノバクテリアが使われているのが、シアノというのが青ということですね。これはよくコピー機の中にトナーとしてシアンのトナーがあるということで、シアンのというのが青系ということはよくわかるんじゃないでしょうか。さてその次、細胞小器官について見ていきたいと思います。細胞小器官のことをオルガネラと言ってるんですが、そもそもオルガンというのはパイプオルガンとか、家にある簡単なオルガンとかありますけど、このオーガンというのは組織だったものを示します。だからオルガンって結構中が精巧な、機械になってますね。組織だった機械ということでオルガンという名前がつきますから、オーガナイゼーションというのは組織ということを示します。さてじゃあこの細胞小器官オルガネラの中の代表的なものを見ていきますと、まずそもそも細胞というのはセルと言いますね。でセルというのはもともとラテン語、エルというのはラテン語です。ラテン語で修道院とか貯蔵室を示します。例えばお酒なんかを地下に貯蔵しているところもセルとか言ってたり しますね。でこれはロバート・フックという人が細胞の構造を発見したときに、まるでこれが小さな部屋のように見えるということでセルという名前をつけたんです。さてその細胞の中に核、ヌクレアスがあります。でこのヌクレアスというのはもともとナッツってカシーナッツとかこうありますね、食べる硬い果実、硬い実ですね。でその、ナットから由来したもの、ラテン語のナットからヌクリアスという言葉を作り、こうまるで核みたいになりますので核というふうに言ってる。でそこからヌクレオシドという、DNA、RNA の素材、核の中に入ってる、DNA とかの、RNA の素材などヌクレオシドという名前がつきました。でその次、この細胞質、核以外の部分を細胞質と言ってるんですけど、サイトゾルと言ってます。サイトゾルというのは、ゾルというのは柔らかいものというような意味なんですけど、サイトゾル、そしてサイトプラスマということもあります。でこれはプラスマというのは、もっとちょっと後で説明しますけど、形成されたものということですね。それから実は、これまだ講座でやってなくてこれからやるんですが、新型コロナウイルスが手ごわい理由の一つにサイトカインストームというのを引き起こすことがあるということで、サイトカインというのは、白血球グループがお互い励まし合う、で免疫作用を不活化する物質なんですけど、これは実はサイト細胞の中でカイン、活性化する、他の細胞を活性化するということでサイトカインと名付けてるんですね。さて今も出てきましたけど、プラスマというのは形成されたものというのはギリシャ語の言葉です。そもそもプラスチックという言葉は、そのプラスマから、人間が作り出したものというような意味でプラスチックと名付けたんですね。それからこの小胞体というリポソームがくっついてきてタンパクを輸送するような、ルートなんですけど、これはエンドプラスミックレティクラムということで、いうことです。でプラスエンドというのは中を示しますので、
細胞質の、まあ、プラスマというのはこの細胞質を示します、まあ、本当は正確にはサイトプラスマなんですけど、細胞質の中にある、まあ、部屋ということで、レティクラムと名付けてあります。さて次、コンドロですね。コンドロ、ミトコンドリアって、まあ、この、細胞の中でエネルギーをつける、生物あの存在で、これが細胞共生によって真核生物、私たちの体に20億年前に、住み着いたと、それをテーマにした小説に、あのパラサイトイブという小説があるという話をこの前あの先日いたしましたけど、ミトコンドリアというのはさすがに、名前は聞いたことありますよね。あのこれエネルギーを作っているところです。でこれは実はもともとこれも作り語でありまして、ミトというのは糸を示します。コンドロというのが実は粒とか仮を示しまして、リアというのは設備字ですので、実はミトコンドリアというのは日本語で糸状の粒の体ということで支流体という名前をつけたこともあったんですね。ただ全く定着しなくて、ミトコンドリアというカタカナの言葉がそのままなりました。支流体って使う人はほとんどいなかったんで、結局でミトコンドリアというカタカナ表記になりました。でそのコンドロというのはどっかで聞いたこともあると思うんですけど、よく健康食品でサメの軟骨とかコンドロイチンっていうのを売ってるということを知ってると思うんですが、あれは実はサメだけじゃなくて普通に私たちの軟骨にも入ってる、ものがあのコンドロイチンです。まあこれはあの粒子状の、まあ、多糖類ということでコンドロイチンというのがあります。それから次非常に重要なんですけど、クロロプラスト、葉緑体ですね。あの植物の体の中で光合成している葉緑体というのをクロロプラストって言ってます。でクロロというのは 緑を示します。で実は、気体の中で、塩素というのは実は薄緑色の、まあ、色がついてるんですね。ということで緑のということから発生して塩素のという名前もついてますので、緑のという意味で使われているところと塩素のという意味で使われているところがあります。でこの葉緑体はクロロプラストというのは、まあ、プラストというのはこのプラスマと一緒で、緑の構造物ということで葉緑体と名付けましたね。でこれはきちんと葉緑体という言葉が日本化が定着しました。さてクロロフィルって言葉は聞いたこともあると思うんですが、これは葉緑体の中に入っている光を補足して、私たちの体、あの私じゃなくて植物の体の中でグルコースでんぷんを作ってくれている系列の分子でありまして、フィルというのが実は植物を示しますので、まあ緑の植物が持ってる、あの色素ということでクロロフィルと名付けています。それから次クロラインは、これ塩素なんですけど、これは実は緑から派生した塩素という意味で使われています。で塩素の化学式は Cl と書くんですけど、まあ、CH と書くと、実はこの CH というのは結構ギリシャ語由来の英単語で多いので、他の英単語とも区別がつかないので C と1個置いて L を使って、化学式にしようということになりました。あとクロロフォルムというのも、まあ、これも塩素を含む塩素を、炭素の周りに塩素が3つついている麻酔薬でありまして、まあ、このクロロというのは塩素がついていることからそう示します。さてその次 DNA と RNA についていきましょう。で DNA と RNA はデオキシリボヌクレイクアシッドとリボヌクレイクアシッドです。でまず言葉ですが、このリボースというのは実はさすがにあのギリシャの時代にこんな構造が分かってるわけありませんので、実はいろんな、ことで完全に造語したものです。リボースで、このリ、まあ、オースというのは、まあ、この糖を示す、まあ、設備字なんですけど、リボースで、このリボースを基本としてデオキシ、酸素が一つ少ない、オキシジェン、酸素が一つ少ないということでデオキシリボースというふうに名付けております。で RNA の R は リボヌクレイクアシッド、ヌクレイクというのはさっきやったの核ですね、リボ核酸で、デオキシリボ核酸というふうに言っております。さて酸というのはアシッドというんですが、あのこのアシッドというのは実は非常に語源が遡るものがありまして、実はラテン系の人たち、イタリア半島に住む人たちもギリシャに住む人たちも、それから、やがてゲルマン系に行ってイギリスに住む人たちも、もともと引用祖語というのが今のトルコ、まあ、ちょっと正確には、トルコあたりだと思うんですけど、そこで、元々の、 あの原点の言葉が育まれたんじゃないかということが分かっておりまして、実は各、ヨーロッパ系の、
単語の共通のものを遡って系統樹を逆に巻き戻すような形で作っていくと、どうも最初にその共通の言葉があったように見えるということで、それを引用齟齬と言ってるんですね。で、引用齟齬は文献に残ってないので、あくまでも想像上の言葉なんですけど、まあ、こういうものがあったと考えると共通の言葉が説明できるということで、結構引用齟齬が再建されております。で、そのうち有名なのが悪です。で、悪というのは、もともと引用齟齬としてあって、それがアクロスになったと、ギリシャ語で、そしてそれが、ラテン語のアキューメンとかアクロになったと。で、これはとんがったというのが意味なんです。意味なんですね。で、この悪とかの、で、悪というのが英単語的には AC になっていることが多いので、まあ、K というのはギリシャ語でよく使うんですけど、英語だと C の方を使いますので、結構悪、AC 系の英単語というのは、実はこの、とんがったという意味が多いんですね。アキュートというのは急に起こる。アキュートというのは急性のという意味ですけど、急に起こることですね。アキューパンクチャー、針治療、とんがったものですね。で、それから指圧もアキューパン、プレッシャーというのも悪です。だからアシッドというのは、あの酸というのはちょっと、舌を刺すような鋭い、味がしますね。鋭いという意味でやっぱ酸というのがアシッドになりました。アクロバット、アクロフォビア、それからアクロポリスって、あのギリシャの、丘の上に立ってる、あのアテネの、古代ギリシャの丘というのがアクロポリスと言いますね。それからアクチノマイシンとか、アクチノマイシン D とかは、アクチノマイセートとか、というのは放線菌で、放線菌から出る、ものが、まあまあ、アクチノマイシンという抗生剤です。で、アクチノというのは悪から由来したものだと言われてるんですけど、放射状のということです。放射状に尖っているということですね。だから放射状のというのがアクチノという接頭辞になってまして、これもここ由来だというふうに考えられております。さて、それではここ書くの忘れたかな。あ、これだ。次だ。よかったよかった。その次、細菌の構造でなんですけど、細菌の構造で言うと、バクテリアと言いますね。バクテリウム、バクテ、まあ、バクテリウムが実は単数形で、バクテリアというのが複数、細菌が複数あることを示すんですけど、この語源非常に面白くて、ギリシャの言葉なんですけど、杖ということを示すんですね。まあ、確かにバクテリアの多くは細長い形をしていて、杖状に見えますので、まあ、バクテリアというのは杖という意味なんですね。さて、その、その後なんですが、この、まあ、ペプチドというのがあります。これペプチドのペプチドグリカンということで、この、中にアミノ酸の結合体のことをペプチドと言ってますね。で、これペプトスちょっと隠れてしまったんですけど、これ料理されたというような、まあ、煮たという意味ですね。火で、水溶液に 火で料理をするみたいな話です。で、ペプトス、そうそう、料理すると、あの、実は旨味が出てきます。で、その旨味の成分と、実は、タンパク質を少し分解したタンパク質の、少しペプチド結合がいくつかくっついたもののことをペプトンとか、それを作る酵素のことをペプシンというふうに言っておりますので、実はペプトというのは、これもギリシャ語の似たというような意味から来た、ペプチドという言葉ですね。それから、グラム陰性菌では、外膜と内膜があって、その間に、まあ、ペリスラプラスム、間隙というのがあるというふうに言ったと思うんですが、プラスムというのが、まあ、さっき言ったように内容物ということです。ここに少しポーリンなんかが使用された、まあ、内容物がありますので、本当はここがサイトプラスムなんですけど、まあ、ここもプラスムと言います。そうすると、ペリというのは、このプラスムの間を囲む、まあ、この2つの膜の間を囲む構造ということで、まあ、ペリというのは囲むというのは意味合いです。それから次、フォスフォというのがあります。で、フォスフォというのはリンを示します。フォスファというのはリンを示しまして、リンの略語という化学式は P を使うんですね。で、P を使って、さっきもちょっと出てきたかな、DNA のとこでもリン酸とかマル P としてきます。マル P、これはフォスフォの、P でありまして、リンを示す、まあ。リンは実は光を運ぶと、リンは、自然界で発光することがありますので、それから来たと言われてまして、これが化学式にも使われているということです。ということで、
英単語を語源を遡ってみると非常に面白いし、なおかつ語彙も広がっていくということです。でここまでが生物を教えている私の範疇で、次の、これからもうちょっとざっとスライドをお見せしようと思うんですが、これは私が突っ込んでいいのかという問題があるというか、語源の専門家からするとちょっと甘いところがあるかもしれませんが、あくまでも、入門編だということで、英単語の語源の歴史をざっと概要してみたいと思います。これまたしっかりやるとこれだけで1講座になると思うんですが、まあ、またいずれの機会を見ていきましょう。その前に科学的によく使う言葉でこれは知っといた方がいいですね。モノ、ジ、トリ、テトラ、ペンタ、ヘキサ、ヘプタ、オクタ、ノナ、デカということで、あと1000のことを、100のことはヘクトと言ってます。でこの1のことをギリシャ語でモノって言うんですね。で2のことをジと言います。で3のことをトリと言います。これ実は日常言葉にもなってますよ。モノ、モノカルチャー、一つの、作品持つだけを作る農業のことですね。ディ、ジレンマ、2つの物事で悩む。トリオ3人組。テトラパック、四角形の箱。ペンタゴンっていうのはアメリカの国防総省が五角形の形をしてますね。ヘキサ、ヘプタ、オクタ。オクタっていうのが、特に有名です。例えばオクトパスというのがありますけど、タコというのは8本足があります。で、パスというのがペダルと一緒の語源で足という意味ですので、オクトパスというのは8本の足という意味で、タコのことを示しますね。ということです。これは知っといた方がいい。さて、それでは少しだけ語源の話をさせていただきます。で、実は、ウィリアム・ジョーンズという人がそもそも、最初にこの語源って発想を生み出したんですが、ヨーロッパ系ではウィリアム・ジョーンズがサンスクリット、インドの古典語とギリシャ・ラテン語 を英語を比較したところ、どうもその似てるところがあるということで、言語にはこう祖先があってそこから分岐してきた、ではないかという系統樹を作るという発想をいたしました。でその元にさっき言った引用祖語が再建されたということですね。でヨーロッパ語は、ちょっと例外もあるんですけど、基本的にゲルマン系、ドイツ系の言葉とギリシャ系とラテン系が分かれたけど、それの原点に、引用祖語があったということですね。さてイギリスでは、オールドイングリッシュの歴史があって、実は4、ローマ帝国に支配されてた、400年間があるんですが、そのローマ帝国が、ゲルマン民族の侵入で、衰退した時に、撤退したんですね。でその代わりにイギリス、ブリテン島にゲルマン民族が、ジュート、サクソン、アングルスが、移住してきたということです。でそしてこのゲルマン系の言葉が英語の骨の言葉、特に日常会話用語はゲルマン系になっております。このさてその後、実はデンジンという人たちが侵入してきて、このデンジンというのはどちらかというとゲルマン系なんだけどちょっと、別の系列でありまして、そうするとデンジンと、ブリテン島のそのジュート人、サクソン人とかアングルス人との間の意思疎通が、できなくなったこともあって、実は、英語の語尾が、だんだんと脱落していく傾向がありました。まあ、これはちょっと、こういうことですね。でさらに中英語の時代になりますと、実はフランスに、200年ほど支配された時代があります。でこの時代に、フランスの言葉が、でフランスの言葉というのはラテン系ですね。ラテン系の言葉が輸入されました。さてそれでそうすると支配者はフランス語系の言葉を使い、ノルマン人は、そして、民衆は英語を使うと、ゲルマン系の言葉を使うという歴史がありました。だって その時代に実は、英語というのは二重語化したんですね。宮廷が使うフランス系の言葉と英語が使う、民衆が使うそのゲルマン系の言葉が、二重語化したということで、例えばボディというのは、これはゲルマン系の言葉ですけど、フィジカルというのは、これギリシャ語源も持つ ラテン系というかフランス系の言葉ですね。ということでよく似たような意味の言葉が、
名詞形がゲルマン形に多くて形容詞形がこっちに多いというような特徴があります。さて、それとその後学術ラテン語が、学術的に輸入確立されてくるので、まあ、日常語、固い言葉、そして学術語というのが、まあ、日本語でも尋ねる、質問する、尋問するという言葉があるように、会話語、アースク、固い言葉、これフランス系ですね、フランス、クエスチョン、そしてインターロゲートというふうに35化するような傾向がありました。さて、それで学問体系を特にルネサンス以降を作るときに、法律的な用語はラテン語に遡り、そして科学的な用語はギリシャ語に遡った歴史があります。それでここら辺の私はこういう本で読ませていただいたんですが、あと一つ面白い話を しておきます。グリム童話のグリムさんという人が実は言語学者でありまして、グリムの法則というのを見つけたんですね。で、ゲルマン系の言葉とそれから、ラテン語、まあ、ギリシャ語の間に少し類似関係があると。それはただ言語が変遷をしているので、変遷した歴史を経ているということで、それを経ると例えばP と F は実は、非常に、まあ、こう言葉の変遷を来てるけど、同じ語源にもともと由来するものが多いということが分かるんですね。例えば複製を示すレプリケーションという言葉はプリコというラテン語なんですが、グリムの法則に、で分析するとフォールドという言葉に近くなるということで、 P と F は、まあ、実は語源が近いものがあると。で同様に例えばラテン語のフェルティリスというのがフェルティライゼーションという受精ということを示すとともに、F と B が近いので、ベアとかボーンとかバースを示すという言葉にもつながっていくということになります。まあ、そのような法則が3つぐらいありまして、そういうのを知っておくと、特に生物系の英単語の語源を知るには非常にヒントになりますということで、はい、ということで、まあ、こういう形にいたしたいと思います。今日の前半に、まあ、英単語の、特に、まあ、ここら辺で、特にこれですね、細胞小器官の、英語には結構ギリシャ語から、まあ、一部ラテン語もありますけど、再構成した言葉があるので、そこら辺の語源を知っておくと理解が深まるという話です。で、明日はいよいよ、本丸の、新型コロナウイルスの生物学的な、基準について説明したいと思います。ご清聴ありがとうございました。